こうあったらね、こうこうこうね、ここに入れるとこれをこれちょっと今度は前に三角に入ってね、三角に入ってるとは相手が A、B ですか、正三角形 ABC ね、こういう描くような感じに、さっきのは直角三角形ね、今度は二度目の三角形、正三角形かな。その時に右半身から左半身で、その方向に相手を動かす、左半身から右半身で、ここへ足を進める。その時に大事なことは、これね、これの方がスピードが速いと皆さん思いますね。確かにこの方がスピードが速いです。スピードが速いですけど、ね、力学で考えたら、こっちへ進む力と、ね、ベクトル A とベクトル B 足したら、ベクトル C、あっちに進む力がね、2に伝わるんです。だから必ず、ベクトル A でストップして、ベクトル B ね、こっちだけに行く。これで全部重要だ。はい、どうぞ。